そしてその加藤エレキの社長はなんと、いけねーみたいな、もうすぐ50歳見えない。宮崎市内高岡町ってあるんですよ。そこには大きな工場と2台目なんだけど1台で大きくしていったっていう、このイケメン社長、こういう人材が宮崎にいる。はい、皆様、先ほどご紹介いただきました加藤エノキの加藤と言います。よろしくお願いします。声もいい、声もいい。